This is Taichiro Shomi. Today I introduce my bamboo forest. ご覧いただいてますこの竹林はですね、動画日記のボリューム0でも紹介しましたけども、僕が買った土地の隣接してるあたりになりまして、まあ、こちらの土地の管理者の方がもう全く管理する人がいないので、どうぞ自由に使ってくれという感じで託された竹林になります。なんですが、まあ、ご覧の通りにもう荒れ放題でゴミ放題なんです。まあ、自由に使っていいとなりましても、どのように使うかとかまだ全然決めてないんですけど、もう古民家の約100年ぐらいの歴史がある中で、あらゆる年代のゴミというゴミが捨てられておりまして、もうとにかく全体にゴミがありますので、ちょっとずつ片付けていくしかないなと、まあ、数か年計画みたいな感じで、で、倒れてる竹もね、ちょっとこう撤去していきたいなと思うんですけども、それはまあおいおい長い長い話になりますんで、汚いあの竹林なんですけども、まあ、ちゃんと手入れしたらね、ちゃんときれいになると思うんです、ね、昔はここでタケノコを取ったりしてたらしいですけども、今はもうイノシシが全部食べちゃうらしいです、まあ、鹿の糞などのもねたくさん落ちてますんで、夜になるとこの辺りは獣がうろうろしてるということになります。でイノシシはやっぱり鼻が効きますんで、その人間はこうタケノコをこう地面のキュッと盛り上がったところでおタケノコあるってこう発見してこの掘り起こして食べるんですけど、イノシシはもうキュッと出る前からもう鼻で土の中のタケノコを見つけて、ほんでガー鼻でガーッとこう掘って食べちゃうんで、人間より先にタケノコを見つけて食べちゃうんですね。だから将来の将来ここでタケノコを取って食べたいなと思う時にはイノシシとの格闘も待っているということになりますけども、まあそれは先の先で、とにかくゴミをね何とかする、そのまた手前にもうとにかくゴミの中でもいいからほったらかしはいけないなと思うんで、何かイベントをやりたいなと、この竹林を使ってということで、今回はささやかな一人の宴を催したいなと思っております。竹といえば流しそうめん、こう竹を割ってそうめんを流して、まあそれはね夏の風物詩ですけども、もう11月も半ばになりましたので流しそうめんはやめまして、竹を燃やしてそうめんしゃぶしゃぶに挑戦したいと思います。まずは燃えそうな竹を集めたいと思うんですけども、竹っていうのは薪になるかっていうと、燃えるのはよう燃えるらしいんです、乾いてたらね。ただ早く燃えすぎるからその薪としてはあんまり使わないらしいんですけども、古民家で拾ったノコギリです。腐ってるから折れるな。一旦これで始めてみたいと思います。有毒ガスの出るものとか燃やしてはいけないらしいですけども、まあ、焚き火は OK と市の方から聞いてますんで、今から燃やしたいと思います。この椅子は、実家からもらってきました。ブロックが落ちてました。また鹿ネット、ここにも鹿ネット、もうあっちからもこっちからも出てくんじゃねえって、スカネットが。こういうものは多分燃やしてはいけないと思います。これはね古民家に落ちてた鍋です。まあ綺麗だったんで使おうかなと思って、なんぼでも落ちてます。落ちてるというか掘ってあります。着火なんですけど、よく YouTube とかでこの竹同士を擦り合わせて着火させるっていう、 こう原始的な方法ももちろんあるし、それにも挑戦したいと思うんですけども、今日はとりあえずもう文明の力ライターを使って、こ
これも古民家に落ちてたライター。昨日は雨降ったからちょっと湿気てますかね。火力が安定してきましたので鍋を置きます。ワンカップ大関缶しておきます。大関の缶を噛んできたかな。今日熱々超熱々の缶ができました。いい具合です。ちょっと上等のそうめん買ってきました。キャホー、ほんまのストレートで食べても美味しいですよ。そうめん結構塩分入ってるからね。煙が、こういう細いやつがよく燃えます。第2弾いきます。だしはちょっとコンビニでそばのつゆですけども、これも美味しいんでワンカップの空いた瓶に入れます。わさびと生姜、生姜です。味のりも買ってきました。フルコース、贅沢コース。適当な作り方ですけど、やっぱりこういう場所で食べたら美味しいです。余熱でもう一玉いけますね。これはは大きい方のワンカップもあるんで湯煎しちゃいます。キャー、まあまあ、けたたましい鳥がいますね。またおいおいちょっと生き物の映像もたくさん撮りたいと思うんですけどね。反省点としましては、まあ、焚き火起こすのにあんまりこの竹の近くじゃない方がいいかなと思いました。風がちょっと強くてビューって向こう側に吹いたら火がね向こう側に行って燃えたりしたら山火事になりますんで、もうちょっと広いところを選んで火の粉が飛んでも大丈夫なところを選ばないとダメかなと。いや、うん、人間がこうゴミ捨てまくってでほったらかしになってもう荒れ放題になってたこの森にまた人間が戻ってきたぞっていうのをこうちょっとアピール、森にアピールしたくて、まあ、あえてちょっと火を使ったことをやってみました。まあ、うちがね今京都市からこのこっちの田舎の方に引っ越しの途中で何も食器とかも段ボールの中に入ったままで、そんでこういうものをちょっと代用したり、まあ、空き家に置いてあった拾ってきたものを使ったりとかやったんですけども、家の方もちょっと改修工事などしてまして調理が全くできる状態ではないんで、あえてちょっと火を使ってできることをやってみました。ということで See you next movie diary。
キーが全然違います。